エーベックスグループ、エーベックスグループ、エーベックスグループは、エーベックス株式会社、エーベックスインクを持ち株会社とした日本の企業グループである。グループの中核企業として、音楽事業のエーベックスエンタテインメント株式会社、マネジメント事業のエーベックスマネジメント株式会社、映像事業のエーベックスピクチャーズ株式会社、デジタル事業のエーベックスデジタル株式会社がある。 エ b ベックスの由来は、オーディオビジュアルエキスパートから、タグライン、企業理念は、リアリー、マットピュア。創立は1988年4月11日。松浦正人の他4名が役員を務める、旧エ b ベックス DD 株式会社が輸入レコードの卸販売業として、会社設立。1989年より顧問だった、与田辰ツを経営者として迎え入れ、自社レーベル。 エーベックストラックスを設立し、ディスコブームの中、ジュリアナ東京や、マハラジャのコンピレーションアバム、スーパーユーロビット、スーパーダンスフリークシリーズをリリース、また小室哲也と共にダンスと歌を融合させた、音楽を1990年代に急成長させた。1998年に、エーベックス株式会社に、称号変更し、1999年に、東証一部へ上場。 1990年代後半から2000年代前半にかけては、マネジメント事務所、株式会社ホワイトアトラス、後の株式会社、アシブ、現エーベックスマネジメント株式会社を立ち上げた上で、DRF やアムロナミエが基礎を作り浜崎歩みを主力とし、レコード業界での一大勢力を築き上げた。2002年、日本初のコピーコントロール CD、コピーコントロール CD、 CCCD を発売するも不評だったため、2004年9月、CCCD 運用弾力化を発表。レンタル版は2007年までは引き続き、CCCD であったが財は販売版と同様に下でリリースされている。アニメのレーベルである AVEX モードにおいても、一時期、権利者側の意向で販売用に CCCD を採用されていた。また、 エーベックスクラシックスでは原則、作度、CCCD ハイブリッド仕様でのリリースにより、表向きの批判を交わしている。2003年から、会長兼社長の与田は、2004年からは、日本レコード協会、リアッジ会長、日本映像ソフト協会、ジェイバ会長を兼任した。かつては、三水電機の取締役を務めるなど、音楽関連の経営畑の仕事を経てきたため、 業界、政界や海外への強い影響力を持っていると言われた。しかしながら、創業者である松浦や他の役員との経営方針の対立が深刻化。松浦が退社したことで、浜崎あゆみを筆頭とする所属アーティストが遺跡の動きを見せ、株価に影響を与えた。それを受け2004年8月3日に、与田は会長兼社長を辞任、名誉会長となり、 同日日本レコード協会、日本映像ソフト協会の会長も辞任した。これにより、松浦は ABEX に復帰を果たした。2004年には ABEX グループホールディングス株式会社を設立し、ホールディングス体制へと移行。2000年代中期より、ミューモ、ビートブ、ユラ、そして後に続く DTV など、レコード事業に限らず会員制の有料音楽配信。 映像配信などのプラットフォーム事業を展開し、事業の多角化を行っていく。a e x 株式会社が出資しているディスクメーカーメモリーテックは、HDDVD プロモーショングループの幹事会員であるため、次世代高ビデオディスクは、HDDVD のみを販売するという観測あった。しかし2007年10月、ブルー、レイディスク HDDVD 双方に参入することを、 発表した。ただし現在は、どちらの陣営にも参加していない。なお、次世代高ビデオディスクの第一弾として、2008年1月1日に、大塚愛の、ラブイズ・ボーン・ホース・アニバーサリー2007のライブ DVD が発売された。グループ各社は、三和銀行、UFJ 銀行の流れで、三菱 UFJ 銀行をメインバンクとしている。上場以来、 毎年株主総会後に同社所属アーティストによるシークレットライブが東京国際フォーラム、埼玉スーパーアリーナなどの大型会場で開催されていた。そのためソニー等を抑えて日本一多くの株主が出席する株主総会となっていた。しかし2010年の総会を最後にシークレットライブは開催されなくなった。2015年 エーベックスデジタル株式会社と株式会社サイバーエージェントによるアワ株式会社よってサブスクリプション型音楽配信アワを開始。また、LINE、ソニーミュージックエンタテインメント、ユニバーサルミュージックと LINE ミュージックもスタートするなどプラットフォーム事業を展開。2017年11月に称号をかつてのエーベックス株式会社に変更するとともに シンドゴを制定した。レコード会社の Avex クスエンタテインメントには、メインの Avex TRUX、クラブ系 J-POP のリズムゾーン、ロックレゲエヒップホップなどのカッティングエッジ、クラシック専門の Avex クス・クラシックスなどのレーベルがある。所属アーティストには、J-POP や R&B やダンスミュージックを主流とするものが多いが、最近は、ヨシキや河村隆一や世紀末、 そして d アーア a ガー、キヨ清春ボアダムズザ・ピローズ D. ヤンネ・ディー・エアーク J. カナベリザムそして、レミオ・ロメニア、東京スカ・パラダイス・オーケストラやトライス・ラタップス、キシダンといったロックや、ミクスチャーロックやオルタナやスカを主流とするアーティストや、バンドやビジュアル系バンドもデビューしたり移籍してきている。映像ソフト会社の A ベックス・ピクチャーズには、メインの A ベックス・ピクチャーズ、アニメ、 声優系のダイブ・イー・エンターテインメントなどのレーベルがある。ABEX に所属する主な歌手、バンド・タレントは以下の通り、2017年4月1日現在、ユーロビートの曲を集めたアルバム CD、スーパー・ユーロビートは会社創業より発売。現在、ベスト版等を除く本編だけで243タイトル、2017年8月現在が発売されており、 特に1998年から2001年頃には、主にユーロビートの曲に合わせて踊るパラパラダンスブームが巻き起こり、エーベックスからパラパラオールスターズなどのカリスマダンサーも登場した。しかし、数度のブームを経たパラパラは現在は下火で、パラパラに頼らない商品展開など、今後の動向が注目される。他多数発売、それ以外でもハウス、 テクノなどのダンスナンバーの曲を集めたコンピレーションアルバムも発売していた。1993年より毎年夏に大がかりな企画、イベントを行っている。ほとんどの場合、グループを代表するアーティストが出演するのが特徴である。ネット系列別楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。